はい、皆さんこんにちは。マクガイバーの小部屋へようこそ。本日のテーマはいつもと違いまして、本日は皆さんへの感謝の言葉です。感謝の言葉です。何かということなんですけど、たくさん並んでるから最終回なのと思われるかもしれませんが、そうではありません。まだまだ続けます。何が感謝かと言いますと、実は2020年8月28日、ちょうど昨日なんですが、チャンネル登録者の方が100名の方超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうちょっと具体的な経緯、数字をお伝えしますと、このチャンネルを開設したのが、同じ2020年の8月の13日でした。その日に第1回目の配信をしました。そこからおよそ15日後の8月28日に100名の方突破しまして、本日、翌日になりますが、8月29日の時点で116名の方に登録していただいています。本当にありがとうございます。感謝しかありません。もう私は配信するだけなので、ボタンをね、登録のボタンを押そうかな、どうしようかなっていうのはもう見てくださってる方々にかかってることですので、そのお気持ちが本当に頑張りやと、ね、いう気持ちで押してくださったのかなっていうふうな思いもあって、本当に感謝です。そういうふうに文章としてね、コメントくださる方もいるので、嬉しいです。ここまでなんとかやってまいりました。もう感謝しかありません。で、私がこの今日です31回目の収録になりますけど、この中で感じたこと、分かったことをちょっとお伝えしたいなと思って今日は動画を作っています。で、感謝はね、先ほどちょっと述べたんですけども、そもそもこの配信をしようとしたきっかけっていうところは、聞き手側だった位置からですね、発信者、話し手側にもなってみたいなと思って始めました。いろんなきっかけが重なった結果なんですけど、で、分かったことを感じたことはその3つあるんです。3つ。で、そのうちの1つ目です。1つ目はですね、私が自分にかけた課題だったんですけども、何かというと、一切編集はしない。結果、一発撮り、一発収録でやっています。で、何のためにそんなことするのかというと、どういうんですかね、職業柄のこともあって、ものを伝えるという力を向上したかったんですね。で、その時に編集ではなくて、この瞬発的な話の仕方っていうのも、パッパッパッと自分で話せるようにっていうことを磨きたかったので、あえてそのようにしています。ですので、台本も作っていません。だいたいこれとこれとこれと喋ろうかなと思って喋ってるだけなんで、おそらく聞いてるね、カタカタカタしたらですね、なんか分かりづらいなとかね、噛んだ噛んだとかね、あると思うんですけども、もうそれはすいません、ご容赦ください。なので、いろいろ自分の下手なとこも上手なところも聞いていただけて、見ていただけたらいいのかなと思ってます。というところで、自分としてはすごく勉強させていただいてます。これが1点目です。で、2点目はですね、この色のシナジナっていうのは私の私物ですけど、これらっていうのは普段私が基本見てて、あとは、家族ですね、妻だったり子供だったりが見て喜んでくれてっていうところで普段置いてるんですけども、で、それをですね、今回ご紹介させていただくことによって、なんかそれぞれの品々にもう一度なんか命が宿ったような感じを覚えています。なんかすごく良かったなって思ってます。なんかトイストーリー的な発想なのか分かりませんけども、なんか命宿ったなって。で、その結果としてこれを見てくださってる方々が、あ、これ知ってるとか、あ、これ何やったかなとかいうところで、いろいろ何か思い出すきっかけとか、会話のきっかけになってくださってる方もいるようで、もう本当それが嬉しいな。もうこの、なんか この子って言っちゃうんですけど、この子たちに何かすごく命が宿ったなって感じてます。それが良かったな。やっぱり物っていうのは大事にしないといけない、大切にしないといけないなっていうのを、また改めて強く感じました。で、最後は、3点目なんですけど、これが一番大きいんですけども、こ
この31回目の放送の中でたくさんの方々と交流をさせていただきました。まだ本当に顔も合わせたことがない、時間に喋ったこともないにもかかわらず、本当に丁寧に優しくいろんなことを教えてくださった方が何人もいます。海外の方もいらっしゃるし、でその本当にもう感謝です。またぜひお会いしましょうなんていうふうに声をかけてくださっている方もいらっしゃって、もう本当に嬉しいです。なので、先ほどその最初にね、チャンネル登録のとかで話がありましたけど、それも私ができることでは決してないので、もう皆さんの優しい気持ちの結果というところですから、もう本当にありがとうございます。やっぱりそういう交流というかね、ありがたみっていうのを再度知ることができました。ありがとうございます。これからもまだね、こうコツコツ上げていこうと思いますので、ぜひまだね、ちょっとチャンネル登録まだかなっていう方々も、もしよろしければ本当にしてもらって、でぜひ継続で視聴していただいて、他の方にもご紹介願えたら嬉しいです。これからも頑張りますので、どうぞ応援してやってください。本当にここまで、まず第31回まで皆さん本当にありがとうございました。これからも頑張ります。本日は皆さんへの感謝の言葉でした。言葉足らず、舌足らずなところ、ご容赦ください。頑張ります。はい。それでは、本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。